アルブルケルケは、スペインエストレマドゥーラ州、カセレス県のムニシピオ、アメリカ合衆国ニューメキシコ州のアルバカーキの名称はアルブルケルケに由来する。アルブルケルケとは、ラテン語で、白いオークを意味するアルバスカークスに由来する。アラブ支配時代には、アブアルクルクと呼ばれた。これは、コルク菓子が豊富にあったことを意味する。アルブルケルケという名は、 アメリカ大陸やフィリピンへ伝わった。ローマ族州ヒスパニア時代から定住地があったアルブルケルケだが、現在の街並みは中世からの豊かな遺産である。旧市街を見下ろす山の上には難攻不落と言われたルナ城が建っている。そしてその城壁内にはゴシック様式のユダヤ人地区があり、ビリアアデントロと呼ばれていた。狭い通りには、 尖った鴨モを持つ家々が並んでいる。そのいくつかには、持ち主が1492年のユダヤ人、追放以前に住んでいたユダヤの出自を持つことを明らかに示すものがあるのである。ポルトガル国境に近いアルブルケルケは、常に対ポルトガル戦争と関係を持ってきた。古代には、連続して戦いが起き、町が破壊された上、 兵士に勧誘された男たちが戦場で命を落としたために街が寒散としたこともあった。アメリカ大陸及びフィリピンの植民地時代、多くのアルブルケルケの男たちが海を渡り様々な成功を収めた。新天地で死んだ者もいれば、金持ちになって帰国した者もいた。ナバロ・デル・カスティーリョによれば、アメリカやフィリピンのコンキスタドールとなった者は96人いたという。 カラカス建設者の一人、フアンカスタニョは、ベネズエラの都市、エル特有建設に参加していた。一方、フアンルイス・デアクレは、ペルー征服に関わった。彼は、アタワルパの身柄拘束の間の出来事を、年代記に記し、カハマルカからクスコへのピサロ軍の皇帝を書き残した。アルブルケルケは、畜産が盛んで、イベリコ豚の伝統的生産地である。 2010年現在、アルブルケルケは、自治体として再生可能エネルギー施設の設置に、重点を置いている。自治体市長は、エストレマドゥーラ社会労働党のアンヘル・バディージョ、SP ので、自治体表議員は、エストレマドゥーラ社会労働党、11、エストレマドゥーラ国民党、2となっている。アルブルケルケは、バダホス司法管轄区に属す。ありがとうございます。